リームチェイサーです。今回こちら、仮面ライダービルドのデラックスホークガトリングフルボトルセットとホークガトリンガーを紹介します。こちら9月16日に発売された商品になります。この他にもぶっ飛ばソウルのブースターパックやファイルも出ていたんですが、まだそちらは到着しないので先にこちらだけ紹介しちゃいたいと思います。はい、ホークガトリングフルボトルセット、タカフルボトルとガトリングフルボトルのセットになります。とってもかっこいいですね。はい、こちらベストマッチな組み合わせで入ってますね。フルボトルをセット、はい、ベストマッチの音声聞けそうです。楽しみ。そしてこちらのデラックスホークガトリンガー、今回のドリルの武器もそうですけれども、こちらも回転するようなギミックがついてます。リボルバー回転で放てフルバレットと書かれています。はい、リボルバーを回して連続攻撃10、20、30と行くそうです。100もできるんだ。へー、100連続攻撃ができる。これはすごい。はい、トリガーを引いて通常攻撃音を発動。通常攻撃音でも6連射音が鳴るそうです。へー、これちょっとどんどん遊んでみたいですね。こちらには単4乾電池2本が必要になります。用意しておいてください。はい、では気になるこちらのガトリンガーから開けていきます。はい、もう開くのかな。はい、テープで止まってなかったですね。はい、ちょっと引っ張って取り出します。うん、おこんな感じ。はい、このように入っていて、不思議な感じ。すぐ、あ、柄のところが入ってるんですね。で、引っ張って取るのかな。引っかかってる感じ。はい、しっかりと固定されてましたね。袋は閉じられてなくてすぐ出せる。おお、かっこいい。まずはこちら電池を入れてしまいましょう。この部分かなですね。あ、ちょっと何かを差し込めば開くようにはなっているみたいです。ちょっと先の尖ったものを入れて押してあげるとスライドできるのかな。はい、スライドで取れます。はい、方向が違いますね。入れる方向が違うので注意して電池を入れましょう。はい、こうやって持った時に上の方は右側がプラスになります。下の方は左側がプラスになります。はい、こんな感じで入れたらあとはもうスライドしてカチャッと閉めるだけ。はい、これで OK。スイッチはここになりますね。ホークガトリンガー。お、いいね。これはどっかに入れるとこないのかな。まあ引いてみましょう。これが通常音になるのかな。そしてここを回転させるといいみたいです。ってなりましたね。20 40 30もカウントされたのかな。上でもいいみたいです。 50 60、まあ下の方がいいかな。 90 100 100。いきました。いきます。やばー、ここが回る感じだったんですけれども、ここは回らないんですね。こう手で回すとここが回る感じです。で、回した数だけトリガーを引いたら音声が鳴る感じ。100までカウントした後はフルバレットとなって、それ以上は増えないみたいです。はい、でも引いたらここも回ってほしかったなー。10だとあっという間。20だとこれぐらい。
まあでも断層も書かれてるし、面白いっちゃ面白いアイディアなんですけどね。あ、こっち側では回せないんだ。左利きの子もいるからこっちでも回せたらもっと良かったな。欲を言えば。っていう感じですね。まあ、裏側になるのでね、ちょっとあれなのかな。はい、攻撃したい分だけ回して音声が鳴らせる。面白いですね。一回もう一回、フルバレットまで行きましょう。あ、ここの色も変わるね。ちょっとランクアップしてるみたいに。はい、こんな感じの音声になります。かっこいいですね。ただどうせならやっぱりここ光るとかあってもよかったな。ただこう見た目だけなので、ここが回転しないならばここからはちょっと発光するとかっていうのがあってもよかったかなと思います。他にボトルを入れるような、フルボトル入れるような場所もないので、これはこれでおしまいになるのかな。それもちょっと寂しい感じもしますね。まあただ音声的にはとっても気に入ったので、そして子供も連射とか好きなので絶対にハマると思います。では続いてこちらのホークガトリングフルボトルセット開けていきましょう。はい、こっちはテープで止まってますね。こんな感じでフルボトルが2本入っています。これはもう変わらずですね。鷹の絵が描かれています。鷹フルボトル、ここに QR コードがあって、こんな感じ。はい、いつも通り。はい、オレンジがでも綺麗ですね。綺麗な色。そしてちょっとシックなガトリング、まあ鉄っぽい感じですね。はい、こんな感じですね。あの銃口のところ、ここの絵が描かれてる感じですね。はい、ではこちらの2つのボトル、ビルドドライバーに入れて音声を聞いてみましょう。はい、何色になるかな。中のこの上下するのがすごく見やすいですね。オレンジ、サッカーがいきます。はい、やっぱりここの上下がはっきり見えるものはすごく動いてる感があってかっこよく見えます。必殺技は何度も打てるんですよね。必殺技の音声鳴らしてみたいと思います。はい、せっかくなので100まで行きたいと思います。あ、飛ばせる。結構思いっきりやると一気に行きますね。
い、どうでしょう。もうちょっと遅い方がいいのかな。もう一回行きましょう。どうでしょう。結構かっこよく決まったんじゃないかなと思います。やっぱりかなり攻撃音が派手になるので、2つ一緒に使うととってもかっこよく遊べる気がしますね。ぜひぜひ試してみてください。はい、というわけで今回は仮面ライダービルドのホークガトリンガーとホークガトリングフルボトルセットを紹介しました。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。